お兄さん。お兄さん。あ？返事してくださいよ、お兄さん。あ？俺のことなのか？誰だ？お兄さん。おう、勝家じゃねえか。今までどこにいた？っていうか、俺はお前にお兄さんなんて呼ばれる筋合いはない。ある。そうですよ、お兄さん。許した覚えはねえがな。でも、死んでるんだから、許可なんて取れませんでしたよ。それにしても、探しましたよ。俺は地獄地下998階にいたんすよ。でも、いくら探しても、100% 地獄のお兄さんがいないから。多分、もっと下じゃねえかなと思って、降りてきたんすよ。おい、お兄さんって呼ぶんじゃねえ。気色悪い。なんでですか、一は俺の嫁ですから。信長様はお兄さんっすよ。一って言うんじゃねえよ。一が死んだのも、お前と結婚したからだぞ。お前、すぐ切腹しろ。嫌ですよ。切腹は現世でしましたからね。あれは痛かったっすよ。十字腹なんて地獄の苦しみですよ。解釈の意味がよくわかりました。そもそも信長様、佐久間信盛だって追放で済ませたじゃないっすか。信長様が切腹を命じたことって意外に少ないと思いますよ。勝頼だって、久秀だって、信長様が切腹を命じたわけじゃないし。まあ、そうだな。俺は実は寛大な男なんだ。そうですよ。だから、切腹はなしっす。それから、誤解のないように言っておきますと。一、お市様には、逃げてくれと俺は頼んだんすよ。でも、お市様が、死ぬ時は俺と一緒だって言ってくれて。でへへ。勝家。はい、お兄、信長様。切腹しろ。だから、嫌ですって。あれは、地獄です。まあな。俺も、あんなに痛いなんて思ってなかったわ。しかも俺は、解釈なしだったぞ。あ、そうでしたね。のた打ち回りませんでしたか。火をつけたからな。すぐ、煙で意識が朦朧としてきて、あとは覚えてねえ。そうなんすか。まあ、ちょっとでも、あの苦しみを味わってきたおかげで。この本物の地獄が、ぬるく感じて仕方がないっす。でもやっと、俺より信長様の方が下の階にいたんすね。もしかして、最下層まで行きました？そうだ。地下旋回っすか。さすがは信長様っすね。ああ、最下層って、地下旋回なのか？そうっすよ。知らなかったんすか。でも、旋回を統一した人がいるって聞いて。そんなありえねえことすんのは、信長様しかいねえと思って、降りてきたら。やっぱり、そうだったんですね。お前、998回って言ったよな。言いました。大して変わんねえじゃねえか。っていうか、お前の方が俺より人をやった数、はるかに多いだろうが。お前も最下層に落ちろ。いや、俺も鬼柴田と呼ばれた男っすから、最下層上等だったんすけど。なんででしょうかね。地獄の判定基準、よくわかりませんよ。でも、信長様は魔王ですから、やっぱ最下層じゃなきゃダメっすよ。一番下から始めないと、地獄統一できないじゃないですか。で、見事最下層を統一して、999階に上がってきたんですね。まあな、楽勝だったぜ。すげえ振動でしたね。地獄ぶっ壊しそうでしたよ。そんで、この鬼柴田が加われば、999回の統一もちゃちゃっと終わりますよ。わかった、勝家。どうせ、切腹しても死なねえんだ。また、こき使ってやる。あざーす。年上のくせに、こんなチャラい喋り方の弟なんて、本当はいらねえんだが。ここで見つけた家来は、ろくなのがいねえ。なんとかとハサミは使いようだ。よし、鬼柴田、お前はこれから、突撃隊の先頭に立て。承知したっす。さて、
信長様と再会して、ちょっとはしゃいでしまいましたが。そろそろ、勝家ラブストーリーの真相を、お話ししていいですか？俺もはしゃいでたようだな。なんとなくわかってるけど、念のため、お前から聞かせてくれ。わかりました。私は確かに、お市様と結婚はしましたが、あれは信長様がいなくなって。お市様といえど、織田家での地位が、盤石とは言えなくなったので。形の上でだけ私の妻になって、身の安全を確保していただいただけです。秀吉がお市様を、エロい目で見ていましたし。あのままでは秀吉の妻に、なんていう危険もありましたからね。秀吉の妻どころか、秀吉の世話にもなりたくないって、お市様から相談され、あのような処置を、取らせていただきました。お市様は、とても魅力的なお方でしたが、私にとっては、信長様の妹君です。もちろん、一度も抱いてなどおりませんし、同じ布団で寝たこともありません。一応は夫婦ですから、寝室は一緒でしたよ。でも、それも私が自ら、お市様の身辺をお守りするためでもあります。お市様も、私を信頼してくださいました。しかしながら、秀吉との戦になり、私が不甲斐ないせいで、お市様を守り通すことができず、やむなく、最後は攻めて苦しまぬよう、この手にかけました。申し訳、ありませんでした。わかった。昔から、一は猿が嫌いだった。逆に、猿は一に惚れてたみたいだな。でもさすがに、一を猿と結婚させるなんて、できねえからな。長政に嫁がせた時は、泣きそうな顔してたぞ。でもよ、長政なんかにやったせいで、かわいそうなことになっちまったな。お前、猿と戦して死んだんだろう？一は逃げていれば、死なずに済んだかもしれねえのに。死ぬことを選んだってことか。死んでから、お前に会うまで一度も一のことを思い出さなかった。だから、お前から話を聞けてよかったぜ。勝家。はい。よくやってくれた。お前は俺の、年上で厚苦しく、頼もしい、かけがえのない弟だ。信長様にちゃんと褒められたの、初めてです。そうだっけ？地獄まで来て、やっとですよ。もうちょっと、家臣に優しくしてくださいよ。うるせえ。お前、やっぱり、切腹しろ。まあ、仲良くしましょうよ、お兄さん。